ということで、スキビリトレのもしものストーリーを見ていこう第10弾イエーイ、最新はいつ出るかな。どうも、スキビリトレ系 YouTuber のフレフです。さあ、先日、デフェクムーブさんの公式インスタグラムにね、最新話のリーク画像が投稿されまして、まあ、これが真実かトロールリークかは置いといて、もう時期最新話来るんちゃうかなっていうところよね。てことで、本日も大人気企画、スキビリトレのイフストーリーを見ていきたいやけれども、今回も前回同様、現段階では72話パート2の予想作品、まあ、今後イフストーリーになるかもしれない中で、動画も含めて4本厳選しておりますので、みんなで楽しんで見ていきましょう。今、チャンネル登録者20万人目指してるので、スキビリトレが好きな方は、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。お願いします。じゃあ早速見ていきましょう。まず1本目、もしも72はパート2でタイタンテレビマンが参戦してたらっていうね、まだ現段階ではこれ予想作品でございます。このもうバチバチの戦い始まってるわ。やばいやばい。さあ、この G マンとねアストロの戦いが始まるというところで、あ、え、結構 G マン優勢これは。おお、リーク画像やとな、Gマンがやられてる側やったけど。ああ、これ、リク画像であった感じのやつ。あ、大変だ、今来んの、ここで来んの、うせやん。ここで来る。うわうわ。タイタンテレビ、あ、まあ、確かにな。タイタンテレビはワープできるから、他のタイタンよりも早くここに来れるな。え？え、Gマンやられたやん。強すぎひん？いや今のこのジーマンはそんなすぐにやられへんよ。人アストロ、アストロのなんかサイズ感もようわからへんからな。なんか実際のめっちゃ、あ、おおだい、次2本目、これも予想作品現段階で、もしも72はパート2でジーマンがアストロに勝利したらっていうね。だからあのリーク画像とは真逆や、真逆、トロールリークやったっていうことになるってことや。バチバチやで、こんなんもう。おい、シールドちゃんと使ってきよるで。え、どうなんやろな、これほんまにこういう映像が最新話で見れるってことかな。めちゃめちゃ笑ってるし、今どうなんやろ、あのリンク画像がな、どうなんやろ。もうアストロやられたん、これで。いや、アストロそんな弱ないよ。あ、いや、ちゃんとコンテナとか来てるわ。いや、さっきの1本目は G マンそんな酔わないよ、だけど、これは、いや、アストロそんな酔わないよ。もっとバチバチよ。もう、あ、壊れた。モニター壊れた。してる。一瞬でやられた。あ、出た。はい。見えたんとね。見えたんと。うわ。うわぁ、絶望や。これは、うわ、いや、この音好きやわ。聞こえる、みんな。この音聞こえてる。ああ、なるほどね。これ G マンがアストロに勝利したら、次カメラマン陣営が危機に陥るんちゃうかっていうね。はい、次3本目、これまたちょっと違ったやつで、もしも70やパート2でG マンとアストロが死闘を繰り広げたらっていうね。だからめちゃめちゃ激しい戦いになると。でもこれありえる、絶対そうなりそうやけどな。 G マンとアストロもバチバチの両者譲らん戦いみたいな。うわ、めっちゃかっこええ、めっちゃ笑ってる。うわ、何今の、かっこええ。え、これめっちゃリアルじゃない。これリアルすぎ。うわ、すごいわ、互角の戦い。すげえ。うわ、すごい、映像すごっ、クオリティすごっ、映像レベルが。あ、逃げた、うわ、あ、テレポーターや、来た。え、あ、これありそうやな、テレポーターが途中参戦も可能性としてありそうやんな。うわ、どうなってんの、うわ、え、G マン強
あ、また来た、また来た、また来た。うわあ、え、地面に泣き倒した。めっちゃ強なってんで、ジーマン。え、やばい。うわ、やられてる。アストロ。あ、これで終わり。はい、じゃあこれちょっとこっからはイフストーリーになりますね、これ。はい、4つ目、もしも72はパート1でカメラストライダーがジーマン倒してたらっていう、もうありえへん。そんなんやめて。カメラストライダー強かったけど、アップグレードさ、え、え、もう終わった。いや、早すぎるて。早すぎるて。はい、はい、次。これ結構超対策みたい。もしも71話で、タイタンズが、はい、こんな感じでね。もうタイタンズがジーマンと戦ってたらっていう。今日なんかスピード感エグいな。ポンポン行く、ポンポン。はい、これタイタンズ来ると。これ見物やな。確かに、あと一歩のところで、な、ジーマンに追いつかんかったから。めっちゃ待ってる。なんか、先端めっちゃ待ってた今。はい、来るよ。あ、来た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 。うわ。すげえわ。ちょっともうこれ、イフストーリーのレベルが最近すごいのよ。すごい、もう、ジーマンももう、やめなさいよって言ってるな、もうこれ。これもうアフレコしたいぐらいやな。うわ、強いよ、ジーマン。うわ、うわ、うわ。え？ 3 体相手にしても。ジーマン優勢やで。うわ、すごいわ。すごいよ、これ。タイタンズが、ボコボコ行かれても出るわ。タイタンテレビはどこ行ってん？うわ、出た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 。聞いてない。この攻撃が、全く聞いてない。ジーマンの強さが現段階で分からんからな。めっちゃ強なってんのは分かるけど。あ、来た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 よ。やっぱりタイタンテレビマンが。めっちゃ怖がってる。うわ、いいな、これこれいいな、これいい、いい映像。あ、うわ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 、あー、やられた、やられたよ。え？投げた。放り投げた。急に？急に寝たな感じ？なんか、あ、え？指さしてる。何？あ、た、え？な、何言うたんやろ。なんか言うてた。タイタンスピーカー、あ、タイタンスピーカーマンがやばい言うてたんか。助けなってくれ。おーいいストーリーや。もうでもこれもう最終回みたいな感じやない。これ、え、これ実際起こってたら最終回や。みんな楽しそうに踊って。グッド。おーってことで、今回はこれで以上でございます。ということで、いかがでしたでしょうか。いや、前回に引き続きで、72話パート2の予想作品がもうめちゃめちゃクオリティ高かったと。こんだけ予想作品やったら、いよいよ1個はどれか当たるんちゃうかっていうところでね、多分ダファックさんもそれ見つけて震え上がってんちゃう？やばい、この展開予想してたのに、みたいな。ぜひみんなも72話パート2、どういうストーリーになりそうかっていう予想をね、どんどんコメント欄に書いていってもらえたら嬉しいです。また最終話とか、イフストーリー、投稿され次第すぐ実況動画撮っていきたいと思いますので、最後まで見てくださった皆様、ぜひチャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画で会いしましょう。ほら、チャンネル登録してね、チャンネル登録してね、チャンネル登録してね。